はい、今からね、上海ね、ディディ乗ってます。ディディってまあ、配車のアプリで普通にまあ、ウーバーみたいな感じなんですけど、こっちはめちゃくちゃ安いです。こんな感じでね、アプリね、呼んだら来てくるんだけど、上海暑いですね。多分今日32度ぐらいで、まあ、日差しはそんな強くないんですけど、まあね、ちょっとね、2キロぐらいあるともう歩くよりタクシー使いたいなって思っちゃうんですよね。はい、タクシー来ましたね。どうで、いやー、上海めっちゃ天気いいっすね。暑さはまあ大体東京と同じぐらいなんで、あるんですけど、まああの、あと上海海近いんで湿気が多いっすね。ちょっとこれもね、日本の夏に近いかなって感じですね。今こういう感じで、目的地までの距離と大体のね、地図の流れが表示されますね。これまあ普通に、運転手が道間違えたり、変なとこ行ったら普通にまあ、ね、差額分の運賃請求できるんでめっちゃいいっす。まあ、上海ってね、東京と同じで梅雨があるんですけど、まあ6月の終わりかな。まあ、ちょっと前にね、普通に明けて、最近は晴れな日が多いですね。まあ、この間台風とか来て大変だったんですけど、最近はまあ、天気いいですね。結構暑いんですけど。今日はあれですね、普通にアプリで呼んだんですけど、車も綺麗ですね。まあ、たまには外れとかあるんですけど、大体レビューの点数で分かるんですよ、これ。はい、目的地ですね。10元、マジ安いです。これ大体 2.5 キロで、あ、まあ日本円で言うと170円ぐらいですね。やっぱり上海って、いろいろまあ物価は日本より高いやつも結構あるんですけど、公共機関の乗り物とかって圧倒的に安いんですよね。バイバイ。はい、目的地着きました。